どうも、似顔絵イラストレーターのぐまくんです。本日はフリーランスで仕事を取る方法ということでお話ししていきます。ぐまくんのイラスト講座ではプロの似顔絵イラストレーターになる方法を発信していきます。なので、絵の技術だけでなくて、どうやって仕事を取って食べていくのか、そんな情報もどんどん配信していきます。今回の話はフリーランスとしてどうやって仕事を取るのかっていうことなんですけれども、あくまで僕の仕事の取り方ということでお話しします。一般的に仕事の取り方は人それぞれだと思いますが、僕は基本的に自分で作ったホームページから仕事をもらうことができてます。というのも、対面で営業するのは苦手ですし、飛び込み営業なんてそんな度胸はありません。営業力って正直自分の絵の技術だったり実力よりも本当に大切な力だと思います。どんなに技術が高くても食べていけない人はいますし、逆に技術が低くても営業さえできれば食べていけます。じゃあ、そんなフリーランスとして致命的な営業力のない僕がどうやって仕事をもらえるようになったのかというと、このインターネットを使って、食べていけるようになりました。で、僕でもできるのだから誰だってできると思います。僕はですね、サラリーマンとしては超ダメ社員だったので、僕ができたっていうことは誰でもできるなっていうのは、本当に思ってます。で、僕がどんな感じでインターネット仕事を取ってきたのか解説します。まずですね、ブログが全ての中心ということで、僕が一番重要にしてるのがこのブログですね。ブログを中心として、SNS などを使って自分の商品をアピールしていった結果、商品が売れるようになりました。で、この流れを解説していきます。まず1つ目、ホームページを作るなんですけど、僕が独立して初めにやったのがこのホームページを作るっていう作業でした。正直僕はパソコンに詳しいわけでもなくて、とりあえず使えるくらいな普通の人間でした。でも、インターネットには情報がいくらでもあるんですね。ホームページをプロにお願いすると多分30万ぐらいかかると思いますってよく聞きます。今は結構もっと安く作れるかもしれないんですけれども、独立した当時はですね、もうお金が全然なくて、絶対作ってもらうって選択肢は全くありませんでした。で、自分で何とかしようということで DIY 精神で全てをやろうと決めました。で、僕も何もわからないです。もう詳しくなかったですし、ただ必死にホームページを作る方法って検索して、あらゆる方法を模索して、検索した結果の記事だけじゃ全然分かんなかったりもして、 YouTube でも検索して動画見ながら真似したりとかして、なんとか作りました。で、具体的なホームページの作り方に関しては解説すると膨大な量になってしまうので、今回インターネットを使った営業の大まかな流れをお伝えしたいと思います。まずはじめにホームページを作り、自分の商品を販売しますということで、これがホームページで、中に商品を置いて販売しましょうということなんですけど、ここがいきなりハードルが高いですよね。なんとか作れる、ネットで検索して作ってください。ネット検索の技術が、情報格差を生むってよく言われてます。もうこの時代ですね、ネットにない情報なんてないと言って過言ではないと思います。ホームページを作るのに、まずお金を払って学校へ行こうとか考えない方がいいと思ってます。まず自分でネットで調べて独学してみて実行するっていう、それが一番早くて近道です。学んでからやろうっていう人は大体行動できずに終わると思うんですね。僕が多分そういうタイプなんで、もうとにかく自分で検索してすぐやってみるっていうのがおすすめです。で、自分でやってさらに学びたいっていう場合にはお金を払ってちゃんと学ぶっていうのはとてもいいと思ってます。全部否定するつもりはありません。そういうセミナーとかにお金を使うのは僕もいいお金の使い方だと思うんですけれども、行動したいものに対して何でしょう、学んでから行動するっていう考え方は捨てた方がいいと思います。で、ホームページを作るのに僕が契約しているのがムームードメインっていうドメインっていうものです。で、ドメインっていうのが住所みたいなものですね。インターネット上の住所みたいなもので、僕が使っているサーバーっていうのは、ネット上で借りているハードディスクみたいな容量のことですね。で、それが会社がロリポップっていうサーバーの会社を使ってます。で、ロリポップのレンタルサーバーの中に、例えばネット上のハードディスクの中にワードプレスっていう無料のホームページ作成ソフトを入れて、その中でホームページを作ってます。これ何言ってるか分かんねえよってマジで最初思うと思うんですけれども、すいません、これちょっと難しくなるので説明を省きます。このあたりキーワードを検索しながら自分でホームページを作ってみてください。とにかくホームページを作って自分の商品を売るっていう、これが第一の段階です。僕も正直この段階でも挫折しかけたんですけれども、なんとかなります。
今のネット検索はすごいですし、あの YouTube もすごい優秀なので、あのそれを見て作りましょう。で2番目なんですけれども、しかし作っただけでは誰も来ないっていうことですね。ホームページを作った、やっと作った、でもこれで商品が売れると思っても、まあ、そんな簡単じゃないよということで、作ったばっかりの状態を例えると、道のない山奥にお店を出した状態です。お店は確かに存在してるんですけど、しかし誰もそこに行く方法がわからない、結果売れるわけがないっていうことですね。でネット検索が一番重要になります。自分のホームページがインターネットで検索されるようにしなければいけません。これはちょっと雑な図があるんで見てもらえると、ホームページ作りました、でもネット検索しても出てこない、じゃあ誰も売れない、商品売れないですよねっていう感じですね。で3番目、名刺を使って宣伝っていうことで、やっとホームページを作って世の中に広めようという時に、まあ、伝統的な方法が名刺ですね。僕もホームページ作った時に名刺を作って、まあ、仕事もらえますようにって祈っていっぱい配りました、まあ、これも一つの営業方法なんですが、正直ほぼ効果はなかったかなと思ってます。名刺交換は挨拶代わりに初対面の相手に自分を知ってもらうっていう効果ぐらいしかないように思います。まあこれも大切なんですけれどもね。しかもコロナが蔓延しているので、国の方針としても名刺交換を廃止する方向に進んでいるそうです。まあこれからはデジタル化していく中で名刺はなくなるんだろうなと思います。営業という意味では SNS でつながった方がよっぽど効果があるなと思ってます。4番目、ブログが全ての中心ということで、名刺がダメじゃどうしたらいいんだろうかっていうところで、ここで重要なのがブログになります。僕は一番ブログが大切だと思ってます。ワードプレスっていうソフトでホームページを作ると、ブログが一体型で作れるようになるので、まあ、この図のようにホームページの中に、ブログがあって、ブログの記事を書いて商品を PR していきます。とにかく今までやった仕事だったり実績だったり、どんどん記事をアップしていきます。でネタがなければもう何でもいいと思います。そうするとどうなるかというと、記事数が増えますよね。必然的に文字が増えますよね。記事に書いてる文字ですね。そうすると検索に引っかかるキーワードが増えます。結果インターネットの検索に引っかかる頻度が増えて、ホームページを見てくれる人が増えます。そうすると商品が売れるようになります。ブログを書くことによってネット検索が増えて商品が売れるようになるっていう流れですね。例えて言うと、道がなかったお店に道を開拓してお客さんが来てくれるようになるっていうことで、道を開拓する作業がこのブログっていうイメージですね。ブログをネット検索してもらえる人が増えれば、自然と商品を買ってくれる人が増えます。商売のコツというか何でもそうなんですけど、人を集めるっていうのがまず大前提で、多くの人さえ集まれば、それに興味を持ってくれた人が、商品を買ってくれます。でブログは集客ツールとしてとても優秀です。でこのブログのおかげで僕は絵で食べることができてます。5番目、 SNS を活用する。さらにこの集客ツールとして優秀なのが SNS ですね。インターネット、インスタグラム、ツイッターやインスタグラム、フェイスブックなどを使って、発信して、ホームページにお客さんが来てくれるように誘導します。結構プロフィールにブログの URL かホームページの URL 貼ったりとか、まあ、あくまでブログがメインで、さらに SNS を使うことによって人がホームページを見てくれるようになると。でブログが更新したら SNS にも更新されるようにしたりとかですね。そうすると SNS から見てくれる人もいるしっていう感じですね。で多くの人が見てもらえれば、また商品もより売れるということになります。6番目、ブログが強くなると検索がさらに強くなるということで、ブログを書いてさらに SNS にアップして、 SNS の投稿でさらにブログを見てもらえる。でブログを見てもらえる回数が増えると、検索エンジンの、Google 先生はこれはいいブログだって判断してくれるので、もっとこのブログをいろんな人に見てもらおうということで、インターネットで検索した時に自分のホームページが上位に上がってくるようになります。でそうするとさらに人がホームページを見てくれるようになります。ネット検索が強くなるよって、 SNS とブログ、ホームページでより人が増えてくると、さらにネット検索にもだんだん強くなってくるということで、やっぱブログが全ての土台だと僕は思っていて、ブログがしっかりしていればどんな仕事にも活かせるということで、しっかりいろんな人が来てくれるブログというものを構築しとけば、それが財産となって、例えば僕は YouTube をこれから頑張っていこうとしているんですけれども、そういった時もこのブログを活用して、 YouTube
YouTube を見てもらえるようにとか、お客さんがこうブログから YouTube に見てもらえるようにっていう風に流せるようになります。で、逆に YouTube を見た人が興味を持って、ブログだったりホームページに来てくれるようにもなります。で、結果全てが連動して無駄がなくなる、8番結果全てが連動して無駄がなくなるということですね。まあ、ブログを通して YouTube に行ったり、 YouTube から SNS に行って、 SNS からブログに行って、ブログから商品が売れたり、ネット検索でブログにも行けるし、 SNS にも行けるし、 YouTube にも行けるっていう、こう全部つながってくるんですね。で、全てがつながって幅広い媒体から結果的に自分の商品にたどり着くようになります。一見仕事とは関係ない、こんな絵を描いたよっていう SNS の何気ない投稿ですら、まあ、巡り巡って、商品を販売することにも繋がります。こうすれば何一つ無駄な発信なんてありません。このブログもそうです。このブログですね、まず人の役に立つ情報を発信して、このブログが面白いなって思って、まあ、来てくれて、それが巡り巡って僕にも利益が生まれるっていう、そんな感じで僕も頑張ってます。どうでしたでしょうか。インターネットを活用して、仕事を取る方法はいろいろあると思いますけど、僕の方法が一番王道だと思ってますし、まあ、実際何もわからなかった僕がこの方法で食べていけるようになったので、説得力があると思います。絵で食べていきたい、フリーランスとして独立したい、そんな方はぜひ挑戦してみてください。今後も僕の絵の技術だけでなくて、具体的なフリーランスで食べていく方法も発信していきますので、お楽しみにしていてください。最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた。